ジョージアトウッドジョージアトウッドはイギリスの数学者、物理学者で等加速運動を調べるためのアトウッドの機械を発明した人物。彼はチェスプレイヤーとしても著名でフランソワ・アンドレ・ダニカン・フィリドールとも対戦している。アトウッドはウェストミンスターに生まれた。誕生日は不明だが洗礼を受けたのは1745年10月15日だとわかっている。彼は ウェストミンスタースクールに通い、1759年には、ケンブリッジ大学トリニティカレッジの小学生に選出されている。1769年に卒業し、同大学で研究員とチューターとなる。1776年には、ロンドン王立協会の会員に選出される。1784年に、ケンブリッジを去り、直後にウィリアム・ピットによって、 特許事務所の職を与えられる。この職は拘束時間が少なかったので、彼は多くの時間を数学と物理学の研究に費やすことができた。ジョージ・アトウッドはウェストミンスターで没した。61歳。1世紀以上後、その名誉を称えて、月の豊かな海にあるクレーターの一つにアトウッドの名が付けられた。アトウッドの論文は、主として、 フィロソフィカルトランザクションズに寄稿され、そのうちの一辺は彼にコプリメダルをもたらした。いかに代表的なものを挙げる。ありがとうございます。